実を言うと、まあ、タイトルにもある通り、39度の熱がちょっと続いてました。高熱が続いてました。やっと PCR 検査も受けに行ったということで、でここに検査結果もありますけど届きました。でまだ見てないです僕、だから一緒に見ようかなと思って、検査結果は、こんにちは、兵庫アンダー奇跡のイケメン慎太郎です。よいしょ。ということで、すいません、まだまだ動画投稿がちょっとね離れてしまって、実を言うと、まあ、タイトルにもある通り、39度の熱がちょっと続いてました。高熱が続いてました。で、実際どういう状況やったのかとか、まあ、まだ完璧には治ってないんですけど、どういう状況やったのかとか、まあ、実際コロナなんかっていうのを説明できたらなと思います。ほんまね、マジでこんな高熱出たことなくて、俺まず人生で。めちゃくちゃしんどかった、マジで。初めて死ぬかも、と熱系で。熱系？風邪系で。マジで。で、まあまあ、流れをじゃあ、追って説明していくと、土曜日に、最初、熱が出て、夕方ぐらいに、夕方、夜ぐらいかな、熱が出て、でその時37度、まあ、微熱やって、37度ちょいで、ああ、まあ、いつも熱の感じやな、思って。2時間ぐらい寝たら治って、これ、ようあるんですよ、僕。2時間ぐらい寝たら治って。で、ああ、これいけるわ、思って、また夜中にちゃんと夜、寝てたんですよ。そんだら夜中に目覚めて、うわ、寒って、寒気がすごくて寒くて、夜中4時、5時ぐらい、寒気すごくて寒くて、寒気が。神々やな、ごめんな。寒気すごくて、寒気がすごくて目覚めて、で体温計測ったんですよ。そんなら 39.5 って出たんですよ。おーいいと思って、その時の動画が、あります。なんでまず見てください。こちらです、どうぞ。こんにちは。ただいまね、熱の方がね 39.6。 こんな高熱出たことない。やばい、ひたすら寝て休むという感じで、まあ、ずっと頭がちょっとガンガンするのと、寒気がすごかったかな、ずっと。で寝れそうにないと。でこれはコロナなんかとひたすら調べてるけど、匂いとか味はありますね、いっぱい。めちゃくちゃ常に味する。で明日朝一ちょっと熱がこのまま高かったら、ちょっといろいろ相談ですね、病院とか保健所とかだと。こんな感じです。ではバイバーイ。はい、見ていただけたでしょうか。もうこんな感じでした。ほんまに、まあ、この時はまだちょっと元気あったんですよ、正直。39度南部とか言いながらも、まあ、だけどその時、扁桃腺がパンパンに腫れてて、で、もう見たことないぐらい、まだ実はこっちちょっと腫れてんのに、わかるかな、このポコってなってる、なんて扁桃腺が腫れてるからかわからんけど、こう息が苦しくて、いやこれ寝たら死ぬやつや思って、一応頑張って起きてて、なんとか9時までなって、でも急いで電話して、こうこうこういう状況で言って、病院には来てほしくないっていう話なんで、じゃとりあえずもう解熱剤だけでもくれと処方してもらって、でなんとかまあ解熱できて、38度ぐらいだったから、そっから38とか37度ぐらい、でそれが3日4日ぐらい続いて、で今日5日目ぐらいなんかな、もう1週間ぐらい経ってるんか。やっと今日ずっと平熱飲んでたのかな、36度で、やっと PCR 検査も受けに行ったということで、でここに検査結果もありますけど届きました。でまだ見てないです僕、だから一緒に見ようかなと思って、検査結果は、おっ、よかった、陰性でした。ありがとうございます。まあしんどかった、マジで。なんだろうな、この原因、こんなしんどいねんな、マジで。その汗すごくない？汗すごいかいた。ダンスしてる時より汗かいてたかもしれん。びしょびしょで、服もなんか1日4回ぐらい着替えてた、マックスしんどい時は。でじーっとしてたって感じですかね。まあけど逆に良かったですね、いろいろ考える時間ができたんで、一人でずーっといろいろそこで学ぶこともありました。これからどんどん YouTube の投稿は続けて再開していくんで、よろしくお願いします。バイバーイ。